第4ホール、はい、またまた NG ワード入ります。はい、皆さん喋るように、はい、仕向けていきましょう。はい、さあその分スコアが足されていきますので、ね、はい、私めっちゃいいの考えたから、やばい怖い、やめて、これね、あーこれ、この会話させたいって思ってるから今、なんだろう、マジマジ、じゃじゃじゃん、絶対喋るから、いっぱい聞いたら絶対喋るから、元気かなとか言って、最近やってんのかなとかね、あの時のあれ良かったよねみたいな、ちょ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 みたいな、味がないじゃんか、分かんないね。ココロちゃんの NG ワード、ちゃったちゃったって言ってる言ってる。今回はですね、じゃん、言うでしょ、言うよね、そのように仕向けます。なんか右に池あります？あるある、やっぱり何か久々だね、うん、やっぱり夏のさ、この間もさ、楽しかったじゃん。いいと思うよ。おおおお、今日さ、みんなに声かけた、みほちゃんも、うん、塩田さんも、うん、じゅんちゃんも、はいはい、で、これだね、これためね、同級生チームね、そう、だからみんなでそれぞれのさ、なんか動画の時とかさ、うん、前も言ったけどさ、そうね、いろいろあるじゃん、うんうん、思い出があったね、語りたかったんだけど、そうだね、同級生しか来れない。奇跡。逆に奇跡だね。奇跡の同級生。そうそう。よかったよ。うまや。はい。リサちゃんは来年どっか旅企画。ジュンちゃんと旅企画。うん。他の人とも行く？おどう、いいね、てかうちらで行きたくない？あ、どう、全員で旅行っちゃう、いいと思う、ね、四国行きたい、行きたい、四国行きたい、なんで四国なの、なんとなく行ったことない、なんか、さぬきうどんが食べたい、あ、いい、何が行きたい、あ、食べてきた、しずくが食べた、絶対痛くないでしょ。傷が折られたのよ。おー、いいんじゃない？よっ、オッケーオッケー、せー、よいか、よいか、80や、90、すごいキノコ、うわー、すごい、なにこれ、ツルツルしてる、す
すごくない？触るの？え、触れる？ツルツルしてる？どうどう？いい感じ、いい感じ。あ、結構硬い。え、結構マジ結構弾力触り方嘘びっくりした。え、これやばい。すごい、これ食べれるのかな。食べたら食べよう。キモい。はい、ちょっとこういうキノコはちょっと気づいたことがあるんだけど、受けるって多分私の口癖かもしれない、はい、自分めっちゃ言ってると思うね。ゆっこなんか違ったな。めっちゃ売ってるやん今。入った。ナイス。旅行ってやつやだ。ウケる。なるほど。来た。そう来た。まあ、バレないかな。なるほどね。だから1だから。それおもろいわ。プラス1。それおもろい。もっと言ってよと思って。ゆっこね。うん。ゆっ
こいくよ。はい、ゆこの NG ワードはででん、ウケる。言ってた言ってた言ってない言わなかったんだ言ってない、ウケるって。ウケる言うよね、言うじゃん普段。全然違うこと言ってた。オッケー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 、いつもそこウケるじゃんみたいな。めっちゃオッケー言うじゃん。オッケーだったらやばかった。逆に私がウケるってめっちゃ言ってた、言ってた。これ自分の口癖だなと思って。ウケる。じゃあ1個なし。なんだ、じゃあ0 5 5だな。5だな。じゃあ5足りたい。言ってないんだよな。普段めっちゃ、普段めっちゃ言ってるんだけど、ちょっと言うよね。ちょっと言う、ちょっと待ってとか、ちょっとって言ってね。待って、おちょっと迷って。もうさ見て見て、ゴビゴビ。おおちっちゃいよ。あ、言うね、伸ばすんだよね。言うじゃん。あれちょっと言いませんでした。言わんか。ちょっと言うね。言うよね。うん、言う。結構いいとこついたんだけど。ティーショット打ってちょっとって言う。ちょっと。ね、そう。ちょっと言うわ。言うんだけど、ナイスショットだしね。言わなかった。残念でした。残念でした。全然ダメだ。私めっちゃ引っかかってた。なんかゴルフ用語にしたら絶対バレると思ったから。まじ、じゅんちゃんは全然分かった。じゅんちゃん。じゅんじゅんちゃんとねって言ったね、うん、なるほどね。受けると、そうね、ちょっとは出てもおかしくない、ね、なんかさ、3文字ってさ結構使うかな。受けるとか、なんか寒い、暑いとか、うまいとか、3文字って言いやすそうだなって。オッケーオッケーオッケーしか言わなかった。オッケーめっちゃ言うやん。オッケーにしてたらよかった。1回ぐらい言ってた。結構20だった。ここまでね、平和にね、はい、はい、楽しくね、5ホールやってきました。はい、
で次パフェムです。はい。でまあ年末といえば、うん、モノマネあるじゃないですか。うん、全然やったよね、うん、モノマネやりましたね。青木さんやったね。やりました。私がうずやってね。もう意味わかんない意味わかんない今回は、ね、うん、癖のある人はやりやすいです。う、うん、やっぱりさ話題のさ、はい、あの人でいきましょうよ、ね、話題のあの人ですね。はい、はい、どうぞ言ってください。チェホソン。正解正解。チェホソンのスイングで、はい、パー5を完走せよ。よし、ホールアウトまで。ホールアウトまで。カップインまで。カップインまで。チェホソン。みんなチェホソン。しっかり右足上げていきましょう。しっかりどうした、声も出していきましょう。ルーティンから入っていこう。そう。オッケーオッケー。ルーティンから。しっかり動画チェックしたからね。あ、さっきね、練習したからね。はい。イメージはバッシリよ。予習はした。予習はした。あとは実際、ね。さあやっていこう。イメージ入ってる、イメージ入ってる。初だからちょっと多めにね。はい。ドキドキ。ドキドキ。当たったな。当たった。オッケーオッケー。左行くの？右行きそうだけど。左に行くの。ティーわけ。なんかナイス。太めの骨が鳴った。ポキって。大丈夫？大丈夫。え、左行くっぽいよ。ティーめっちゃ高いんだよね。ティーめっちゃ高いんだよ。あ、それ知らなかった。叫んでよ。それ知らなかったわ。よし。イメージできた？できた。接触事故が起きた。接触事故。ティーマークがっつり来た。ね。痛いね、痛いね。ちょっと待って。待って。ちょっと重いこととかやってるよ。やってるね、やってるね、やってるね。マジ腰がいっちゃったかと思った。
あ、言った。ボール当たると思って、右足。
番組戻りますんで。はい。パーです。ナイスパー。細村でパーの3だから。初細村だよ、私。初細村だよ、私。みんな初細村だよ。みんな初だから。みんな初細村だよ。7か。7。うん。おもろい。あ、おもろい。お腹痛かった。ねえ。めっちゃ面白かった。だからフィニッシュを意識すぎてわけわからん。ねえ。次、普通のスイングできるかな。そう。